今日のカップヌードルのコーナーでございます。今日はね、どん兵衛のシリーズでこんなんがありました。カレー南蛮、ん？そば？そばでカレーで南蛮らしいんですよ。珍しいでしょ。これがね、なぎ売りで出てました。98円です。開けてみるとね、こういうのが入ってます。だから内容は一緒ですね。こうね、内容は一緒、うん、まあこういうね、変なの好きなんですよ。最近はこういう変なのもね、なかなか出なくなっちゃったんで、つまり各メーカーがチャレンジして新製品を出すよりも安定して売れてるものを攪拌するっていう方向に行っちゃったんでしょうね。だから昭和の伸び盛りの時って変なカップラーメンってあったんですよ。たこ焼きラーメンとかね、あと何、焼きそばで、あの焼きそばをほぐした後のお湯でスープを作るみたいなね、パキューンとかバゴーンとかでしたっけ。エースコックのわかめラーメンは未だにありますけども。じゃあこれちょっとね、お湯入れて楽しんでみようかと思います。じゃあお湯入れていきます。じゃあ、おーすごいお湯だ、湯気が出てる。カレーの匂いがね、しますね、プンプンと。はい、じゃあこれ閉じていきますよ。さあ、じゃあ5分経ちました。できたかな。あー、できてるできてる。あ、結構ね、いい匂いしますよ。やっぱね、カップヌードルってね、やめられないですね。これがやっぱり、あれですかね、洗脳されてるんですかね、私もね。こういうものを食べて寿命が縮むように洗脳されてるのかなと。まあでも健康的な暮らしっていうのは憧れますけども、ちょっとはね、毒を入れないと人生ってのはつまんないというところもありますんで、いただこうかと思います。じゃあ、いただきます。さあ、もうカレーの匂いでね、食欲がそそられまくりなんですが、これがお蕎麦っていうのがいいですね。蕎麦カレー。うん。うん。うん、染みますね。朝6時、蕎麦会するの後の一杯の蕎麦。まあ平和の国でね、良かったですよ。スーパーに行ったら必ず食べ物があるでしょ。これって本当は奇跡ですよね。人間の悲願だったんですよ。いつでも食べるものがあって、いつでも食べることができて、食べ過ぎるぐらいにものがあって、ずっと食べ物がないことによって病気や飢餓、争いが起きてますからね。で、こうやって食べ物が十分あっても、また他のいろんな欲望によって人は争いを起こすわけですよね。いただきます。グッド。